こんにちは、桑原雅守です。今日はですね、長野県佐久市鶯の森に見てですね、この旬を味わっていただこうということで、見てください。このですね、森の中にですね、このフキノトウがたくさん生えてまして、まあ、これをこうやってですね、いただいて、もう実はこんなにたくさん取れてるんですけども、まあ、これをフキノトウの天ぷら、そしてフキ味噌にしてですね、みんなでいただこうというふうに思っております。なんていうんですかね、こう四季を感じるっていうことがやっぱりなかなか都会に暮らしてると味わいにくいんですけれども、こうたまにこう自然の中に入って、山の中に入ってですね、旬を味わうということで、なんかこう体のなんていうんですかね、こうセンサーがこう整うという感覚なんですよね。で、もうずっとお話ししてます、こう、グリッド、やり抜く力、グリッドメント、このためにはですね、こう脳内ホルモンの活性、セロトニン、ドーパミン、エンドルフィン、そしてこの消化体の活性にはですね、この自然に触れて、この大地の木を浴びながらですね、旬のものをいただくって、ぜひ皆さんも、お誘いしますから、お付き合いください。それでは、長野鶯の森よりお届けしました。またお会いしましょう。じゃあ最後に一つ、ほら、美味しそうなやつ、いいでしょ。それではまた。